キツネ。ヤッホー。やっほー、今日も始まりました。奥原えなこのショールーム。今日もスタバを飲みました。イエーイ。昨日は飲んだっけ。昨日も飲みましたね。3日連続でスタバ飲んでます。やばいです。太ります。トゥー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 トゥあさってやっと眉毛サロンに行けるの。前回行ったのがね、もう3週ちょうど行く、あさって行くんだけど、3週間前から行けてなかったの。やばい、こんなに行かなかったの初めて。あさって行って、で29日は YouTube ライブ、 YouTube 配信がありますよ。アイなプロジェクト愛学院かです。はい、ちょっと見たら分かると思うんだけど、めっちゃねボーボーなんだよね。私もともと眉毛ボーボーだったんだけど、眉毛サロン通い始めてから結構2週間に1回ぐらいはやってたんだけど、今回3週間経っちゃった。だからすごいねボーボーなの。ちょっとあんま配信で分かんないかな。でも分かる、ちょっとこの辺とか。もともとボーボーだったよ。だからちょっといい、いけるこの日がいいかなみたいな日が明後日だったのね。なんかそれまではあのメイクをしたしても、あのさ、前髪がさある人だったらさ隠れてていいかもしれないけど、私さおでこを出してるからこれさちょっと嫌じゃん。だからメイクしても、学校あってメイクとかしても最近は帽子かぶってます。これ見られたくないから。っていう感じ。で、松パは全然まだ大丈夫ね。私松パ3ヶ月ぐらいさ、本当は1ヶ月に1回行くのが理想だけど、松パ3ヶ月くらいでいっちゃう。ただネイルもちょっとずつ伸びてきて、ピアスは昨日してたよ。だからちょっと穴ある。テレテテテテレレレテレテテテテレテテテテレテテレレレレレ。ちょっと後で体重測ろう。なんか最近さ食べ飲みすぎてて良くないなって思うから。
ベントさ、ランキング2位の人は秋葉原観光マップアドマチップ、何でもアドガイップなんてごめんね、告知広告。2000円分ゲットできるんだって、お買い物券。めちゃくちゃ嬉しいんだけど、2000円分でも全然嬉しい。これどこにあるんだろう、千葉じゃなかったっけ、あ、イオンモール幕張新都心だって。4月26、え、これさ、この場に買いに行けるよってこと。違う、この間に買いに行けるんじゃないのかな、違う、なんかかゆだよね。てか聞いてください、私の大好きな西野香菜さんが活動再開するんです。やばい、マジで嬉しい、もう本当にありがとう、神様ありがとうって感じ。幕張新都心行ったことありますよ。え、そこで買いに行けるってことなのかな、2000円分。おパンチュー、おばパンチュー、おパンチュー、なんだっけ、おパンチュー、おばパンチュチュ、おパンチュー、さきだ、履くの？履かないの？履くの？え、待って、虫かと思った。履いてるんですけど、マジで最高すぎる西野香菜さん、本当にありがとうって感じ、マジありがとう。で、なんか横浜アリーナでライブするらしいのね、11月13日と14日。めっちゃ行きたいけどさ、絶対当たんないじゃん。マジでさ、マジ行きたい。私西野川さんのライブ行きたいと思った頃にはもう活動休止されてたから。でもこれから活動再開するってことはライブもどんどん開催されるってことでしょ。マジ最高すぎないか。この前外れたわ、当たるさ。マジでさ、本当に一人でもいいから見に行きたい。西野カナさんのライブ見に行こうって言ってさ、見に行ってくれる友達がいるんでしょ。マジ頑張る、本当に。当てたい。てか最近マジ暑いよね、本当にわかんの、本当に嫌だよね、なんでこんな暑いんだ。てかさ、もう水曜日、もう明日木曜日なの、やばいんだが。冷静にちょっとやばいよマジで。ちょっとやばいぞマジで。
ねえ、あっという間だよね。マジで早いね、1週間。まあでもそうね、西野くん、そう、4月を中止してたんですけど、昨日あのツイッターとか、あ、ツイッターじゃないね、 X だね、 X とかインスタで報告してたよ。この度活動を再開することになりましたって。ニュースになってたし、そう、本当に嬉しいんだけど、マジで心の底からありがとう。って感じ。みんな好きなアーティストさんとかいる？AKB48 以外で。46とかそういうの以外で、さだまさしさん、さだまさしさん、ケプラー好きなの？てんててんてんブンブンブンでしょ。バレって何？イコラブさんね。ピオニー、やばい、今でも好きよ。XG、 私も XG のね、あれが好き。てて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 てバンド好き。サウシーさんとかね、好きだよ。ダイスさんのアイワンダー、いや、わかんない。音が止まったってやつ。 X ジャパンさんは何があるの？曲あんま分かんなくて。尾崎豊さんは分かるよ、 I love you とかでしょ。だから盗んだバイクが走り出す、盗んだバイクでか、待って、盗んだバイクがやばい。あとちゃんみなさんとか好き。待って、盗んだバイクが走り出す、ちょっと今つぼってる一人で。スピンビン、あ、7日さっきね、洗濯したんだよ。弟ってさ、本当に男の子って大変なんだなって思うわ。なんかもしさ、将来子供産むってなって男の子が生まれたら、こんな感じで
いやみんながみんなじゃないと思うんだけど、私の弟なんて本当に部屋を汚くする天才だから、マジでマジで部屋を汚くする天才すぎて、なんか大人になって一人暮らしできてるのかなこの人っていうくらい汚くしちゃうから、本当に言ってもなんないしね。でもなんか可愛いんだけどね、そこがそこが可愛いんですけどね、弟さんって。はい、ね、そこが可愛いんだよね。この間も弟とカキ食べに行ったけど、いっぱい話してくれて嬉しかったんだよね本当に死ぬ。でもちっちゃい頃なんてマジで弟と喧嘩してたからね、よくお互いで、お姉ちゃんも被害食らうみたいなマジ最低、本当に。私と弟が喧嘩してお姉ちゃん何も悪くないのに巻き込まれてみたいなことがよくありましたね。マジで早くマイルサロン行きたくて本当に死ぬ。マジでマイルサロン行かせてくれ。明後日だからもういっか、明日と明後日我慢すれば。マジボーボー、本当に私ボーボーなんだよね。ほら、わかるかな。チームメイト漢字5文字メンバー奥原ひな子本田ひとみさんとかも、さんやばい、ひーちゃんとかもそうじゃない、本田ひとみ、ひーちゃんもそうでしょ。あと誰だ、ひなの、野田ひなの、ひなのもですね。え、ひーちゃん4文字、ひーちゃん4文字、え、ほんとだ、やば。こっちゃんとか、ひとみことね、こっちゃん、どう、え、やばすぎ、バカすぎ、私ごめんなさい、バカでした。あと誰だ、あんまいないね、5文字。福留は4文字だった気がする。チームエイトはもう5文字いなくない、今かな、洗い物とかして家事をしたいと思いますマジで家事します。明日の準備とかもして家事をします。あれ、なんか明日偉いでしょ、マジで偉いでしょ。で、聞いてほしい、なんか弟がなんか唇が乾燥してて、これをね、なんか私が最近買ってちょっと愛用してたから超綺麗に使ってたの。なんかでもこれもともとこの、ね、なんかリップクリームなんだけど、これもともとなんかチップみたいな
そのなんかチップがついてて、それで取れる、取って塗るみたいなチップがついてたんだけど、それなくしちゃったのね。そうなくしちゃったから、こうやって爪のこうやってなんていうの、なんかこうやって取ってんだけど、でこうやって塗ってるんだけど、で超綺麗に使ってたの。でも弟が唇乾燥してたから、私がその時こうやって爪を取って塗ったっていうか、その塗って置いてあげたのね唇の上に置いてあげて、でまあそしたら私の、まあ、その日は終わったんだけど、私のねところでもうめちゃくちゃ汚く使われてて、取り方が違うっていうかなんかちょっとさ潔癖症なところ、潔癖じゃないか、なんか綺麗好きみたいなところがあるから、私超綺麗好きなんていうの、ちょっとなんていうか分かんないな、ちょっと綺麗に使ってたらあいつ汚い使い方しやがって、今こんな感じ。でももうなんかまだこれでもマシな方だよ、私が直したから、直したしね。なんかさ面白いよね、もっと汚かったの、なんかもうこの縁の辺にベタめちゃくちゃついてて、こんな感じ。でも全然まだある、これ本当にめっちゃいいよ、おすすめ。今も捨ててる、今も捨ててる、めちゃくちゃほらチュルチュル、チュルチュルじゃないよ、いい感じでしょ。これおすすめです。ということで、保湿力めっちゃ高いよ、これやばい、保湿力えぐい、マジでいいです、おすすめです。ということでランキング見ます。なんてやつ、これはねラネージュってやつ。私これどこで買ったっけ、プラザだ、プラザで買った。これなんかプラザで買い物してる時にこれさ、めっちゃ誰かが使ってて、普通にインフルエンサーの方かな、はっつぁでいいって言ってたから買ってみたらめっちゃ良かった。それっておっさんにも効果あります。あります。13位高見のたかこさんありがとうございます。12位はなちゅんありがとうございます。11位ひろゆきりんさんありがとうございます。10位たらちゃんありがとうございます。9位キングたいやきさんありがとうございます。8位ベニューラさんありがとうございます。7位 WOI さんありがとうございます。6位ソースイさんありがとうございます。5位にゃんこさんありがとうございます。4位白メガネありがとうございます。3位まぼろしさんありがとうございます。2位小池アポテオさんありがとうございます。そして1位はカンナッピでした。カンナッピありがとう、カンナッピありがとう、ありがとうございます。今日も見に来てくださってありがとうございました。29日かな、25日やね、29日はファンミーティングがあるんですけど、また来られる方は会えるの楽しみにしてます。で来週のお知らせも待っててねということで、また明日ね、バイバーイ、またねー。